1億4000万人に増える未来を描いてみたら、監視カメラが例えば国中にあって、マイナスかけるマイナスがプラスになるっていう効果じゃないかっていうふうに。こんにちは、経済評論家の鈴木貴博です。 PHP の月刊誌 THE21 で日本経済復活への10のアジェンダを連載しています。今月のテーマは IT 監視社会化が未来の別の問題を解決するです。今回の連載、 IT 監視国家化が未来の別の問題を解決するというテーマなんですけれども、 IT による監視というのは、不自由な社会を生み出すように、そういうイメージがあったんですけれども、実は中国ではこれが民度の向上につながっている、非常に衝撃的なお話でした。そうなんですよね。中国社会って実は監視国家だ監視国家だっていうふうに言われてるんですけれども、民度も急激に上がっていて、例えば殺人事件の数だとか重大犯罪の数っていうのが激減してるんですね。で、今実際に中国とビジネスをしてる人たちと話をしても、中国がとっても住みやすくなったっていう話なんです。で、話としてですね、私いろんな未来の予測をしていて、未来がどうなっていくのかっていうのを考えていく仕事をしてるんですけれども、その中で未来が IT 監視国家に向かうのかどうかっていうのは実はすごく大きな論点なんですね。で、予測の中でも本当は当たってほしくない項目なんですけれども、実は西側の諸国どこの国もですね、これから先緩やかな IT 監視社会に向かっていくことは確実だっていうふうに言われてるんですよ。で、もしそうだとしたら、もうそれを受け入れるしかない未来だとした場合に、じゃあそれをどうすれば良い方に使えるのかって、それを考えてみようと。で、実はその時に中国っていうものが参考になるんじゃないかっていうふうに思ったんですね。なるほど。では具体的にはどのような方策が考えられるんでしょうか。これちょうどですね、連載の1回目に考えた話と実はうまく合うんじゃないかって話なんですね。連載の1回目の時には、日本がこれから少子化高齢化を迎えてくると、でどんどん国の経済が小さくなってくるっていうことに対して、それじゃダメだから移民国家になったらどうかって話をしたんです。つまり日本の人口が1億人に減ってく未来じゃなくって、1億4000万人に増える未来を変えてみたら、日本経済は復活するんじゃないのかっていうことを話をしたんですね。で、その時に必ず出てくる不安というものが、いや移民が増えたら、例えばその社会がどんどん変質していくんじゃないか、日本らしさがなくなってしまうんじゃないか、ないしは思わぬところで犯罪に巻き込まれるっていうリスクが出てくるんじゃないかと、必ずそういう心配が出てくる。で、それを考えてみたところですね、実はこの問題は IT 監視国家というものがソリューションになるんじゃないかっていうことなんですね。つまり日本に入ってくる人たちは、日本で働きたい、お金を稼ぎたい、で日本は安全だし医療の水準も高いし、ぜひ日本に住みたいって人たちがやってくるわけなんです。ですから基本的には日本で騒動を起こしたいんじゃなくって、日本の中に溶け込みたいっていうふうに考えてるんですよね。で、それが仮に監視カメラでちゃんと見られていて、で、いい移民なのかそうじゃないのかっていうことをですね、監視されてるっていうふうに分かる、自覚するようになったらどうなるかっていうと、実は、みんなですね、社会の秩序を守ろうとし始めるんですね。で、実際にこれが中国で起きたこと で、未来が必ずそうなってくるんだとしたら、日本もそうなってくんじゃないですかと。だったらむしろ移民を少しずつ入れていくんではなくって、もっともっと数を増やして経済を回していくっていうことに活用できるんじゃないですかと。これが実は数学でいうマイナスかけるマイナスがプラスになるっていう効果じゃないかっていうふうに私は思ってるんです。そうなりますと、移民の方が日本人よりも民度が高いといいますか、日本人よりも日本人らしくなる、そういうような未来すら考えられるのでしょうか。そこがね、一つポイントだと思うんですね。IT 監視社会で監視カメラが例えば国中にあって、いろんなものが見られてる、誰が見てるのかっていうのが問題になるんですが、仮にこれ人工知能が見ているとしましょう。で、人工知能はですね、日本人って何、日本社会ってどうあるべきなのっていうものを学習してるとしましょうか。
そうだとすると、より日本人的な移民の人たち、より日本人的に振る舞ってくれるような人たちが誰なのかっていうことまで判定できるようになるかもしれないんですね。でこれは実は中国で社会信用システムというふうに呼ばれたものになってるんですが、より社会を良くしていくために中国人は中国の国内でどう振る舞うべきなのかという新しい基準ができ始めている。もし未来がそういう世界になっていくんだとしたら、逆にそれを日本をより日本らしい社会にしていくためのツールとして使うことができないのかと。これ極めてですね、危ないこと言ってるんですよ。間違えてしまうと日本社会がどんどん悪いことになっていくかもしれない。でもうまく使ったら日本社会がいい社会になっていくかもしれない。そういう問題があるんだから、ここ逃げずにですね、社会がこうなっていくっていうことを前提にした上で、我々がどう使っていくのか、きちんと議論をすべきじゃないかということをお話をしています。こういったですね、マイナスとマイナスを掛け合わせて、そこから新しいプラスのものが生まれていく、そういったことというのは他にもあるのでしょうか。日本のいろんな問題を突破していくときの課題を考えていくと、実はそういうマイナスの掛け算が関係してくるものって結構あるんですね。例えば今脱炭素の話が進んでます。もう石油を燃やすのをなるべく減らしていかなければいけないという大問題がある。でもう一方でですね、原発を再稼働するかどうかっていう話がある。で実はこの2つ の, あの問題ってマイナスとマイナスなんですが、石油が使えないんだから原発を逆に再稼働させていくだけではなくて、数を増やしたらどうかと、ここまで考えていくと、実は未来がエネルギーを使わない、小さい経済になっていくんではなくって、どんどん経済、エネルギーが使える経済になっていくかもしれない。今フランスはですね、世界の国の中でも先駆けて原発の数を増やしてるんですね。でもし日本も同じようにただ再稼働させるだけではなくって、原子力発電所の数を増やすというところまで踏み込んだとしたら、実は世界の先進国が脱炭素で苦しむ中で、日本とフランスだけはエネルギーが無限に使える国になるかもしれない。そういうことをですね、考えていくっていうのは一つの重要なこれからのポイントじゃないかというふうに思います。このような形でザ21の中で日本経済復活への10のアジェンダをどんどん話していこうと思います。それだけではなく、この6月この年祭の内容をさらに膨らました形で、日本経済復活の書という新しい本を出版します。そちらもぜひ皆さん読んでください。あとチャンネル登録もお願いいたします。